ち画面出たら教えてください。なんか、出たかね。出ましたかな。あ、出たっぽい。これは。でもちょっと、10万止まる。チャプター6。じゃあやっていきましょうかね。はいはいはい。やっていきましょうかね。とりあえず前回までのハイライトは、めっちゃ死んだっていう。そう。で、諦めそうになったけど、武器撃ったら、割とあっさり、っていう。ちょっと、また操作を思い出すので、ちょっと待ってください。Elizabeth Cross reporting. I'm pleased to say that we're close to maximum capacity at the present time. All flora is healthy and thriving, and food yield has created a surplus. I was going to pass the surplus on to the. Plasma cutter, dripper, only.素朴な疑問なんやけど、属の数合ってる？多分増やしといたけど合ってない。ん？いや、じゃあ、分からん。族の族の字が、うん、素朴な疑問なんだけどさ、続々のさ、続々とかさ、次々とかのさ、2番目に来るあれってさ、単体でなんていう？これ書くときは、書くというかタイピングするときは同じって書いて変換し、同じって書くとあの字に変換される、あの字で出てくる。あ、出てきた、出てきた。踊り字っていうの？踊り字。ちょっと待ってみよう。踊り字、踊り字って入れたらやっぱりその出てこねえ。大創戦的なこと。同じやったら一発やん。Shut itself in food storage. Crew that was on this deck. I think they're what's poisoning the air. They've been transformed. I saw one of them. Bloated, swollen. The poison factories. We need to take them out while we can still breathe. Hammond, I thought you were dead.You need to get to cleaner air. You're not going to be able to help Isaac in your condition. Isaac, I'm scanning the area now.
He's right. There's something really big in food storage. But I can't get a good scan. Monitor readings are off the scale. Be careful. Be careful だけ分かった。この人死にたいやけど。すごい持ってる武器いっぱいある。武器くれないかな。いや、飛ばしよう。だってこっち工具だよ。ねえ、銃みたいなの持ってるよ。なんかマシンガンっぽいやつ。じゃあさも銃のようなもの持ってる。さ、4つある武器の中からさ、マシンガン撃ったんだよね、俺。どうも。あ、じゃあさ、うん、あれスタンプすればさ、ハンモックをスタンプすれば武器もらえるんじゃない？スタンプ？グシャーって。踏み潰す。マジで？いや、でもこういう状況下やから。伸ばせ、ほら、この、死ね。伸ばせ、ダメだ。当たり判定ね。ダメか。え、でも武器使ったらどうなんだろう。強いな、ハモンド、さすが軍人。あ、ダメだ。武器使おうとすると、腕下げるわ。あれ？あ、でも撃てる？あ。てか、この人、ステージスも効かないんだけど。やべえな。強い。やばい。訴えなの。いいな。禁止欲しいな。とかで選択肢、家を選んでも結局範囲になるみたいな、そういう感じの。ドアが開いても。じゃあ最初から聞かなきゃいい。ね。3500円しかないんだよ。方向性なの。方向性なの。円で言われるとさらにないように感じるが。方向性並みの財布事情。コンタクトの。コンタクト、ん？コンタクトビームってどんなんだっけ？あの、ほら。え、違かったっかな、あのほら、ビームやったら、そのビーム当てるやつ動かせるじゃない、いうやつじゃないっけ。あ、違うか。特定ビーム。うんね、まだ俺買ったことないんだ、その武器。だからわかんない。あ、とりあえずプラズマ。所持金が2350円に1150円にちょっと映画も見れないぐらいの金額さ。ギリレディースデーは OK だけど、メンズデーじゃない。
レイトショーはダメくらい。レイトショーって1200円くらい。うん、だいたい。ああ、俺の最寄りのとこは1300円と。ああ、ちょっと違うかもね。ちょっと俺、一瞬映画館に勤めてたって言ったっけ？はい。あ、そうなんだ。映画館？俺一瞬映画館で働いてたよ。あ、そうなの？しかも一瞬ってないの？きょん。いや、一月戻らなかった。え、それは最近の話？繁忙期に入って。最近の話。あ、そうなんだ。へぇ、知らんかった。え、最近って言っても去年か。へぇ。あれ回したりした？映写機じゃなくて。映写機だったか。あ、映写技師ではなかった。あれはなんか難しい。チケット機なんかね、ほんと10年先週ぐらいの人がずっとやってるみたいな感じだった。映写技師さん一人いれば OK みたいな感じなの？割と暇そうだった。割と暇。暇そうというか、社員さんが無茶振りしない限りは暇そう。どういう無茶振りがあるんですか？何だったっけ？この時間の兼ね合いだと、こう行かなきゃいけないんで、すげえめんどくせえんですけど、みたいなことを言ってきてた。ああ、そうだよね、一人でやってればね。最近の、まあ映画館ってデジタルの。いやあ、どうだろう。デジタル上映って、がっつりとした映写機いらなくね？なんかね、イメージとしてはそんな感じだけど。あ、そっか。でもなんか、ミニシアター系だったらブルーレイ上映とか結構あるけどね。うん、あ、マジでもうブルーレイでそんな、ああいうのだと流しちゃうってこと？流しちゃった。うん、本当に、そうだね。それこそ、うん、結構いいプロジェクターがあったね。めっちゃ妖怪ウォッチに来てる。映画に行った時、妖怪ウォッチに来てる。劇場だ。メダル渡さない、渡す渡さないで、チケットの裏にスタンプを押さなきゃいけないとか。ああ、そうね。が、そう、そう。で、結構、気まな子になったおば様方が、わーってこう来てたから。これは、親御さんかな。なるほど。うん、そう、親御さん。
なんかよくよく見るとこう、デッドスペースも、日本によっちゃ妖怪ウォッチに見えなくなる。誰が一番似合いやねみたいなね。いや俺あんま知らないんだけどさ、あの主人公のお供にウィスパーっていう妖怪がいるよね。うん。ああいうサポートキャラいないんですけどね、アイザックに。なんでかな。あ。あのたまにあれスクリーンで出てくるメンヘラ女子が、うん、ウィスパーなんじゃない。マジで。マジで。なんかね、妖怪っぽいじゃん、あの人。見ようによってはなんかひでえな。言われてみればアイザックさんのようなスーツが、なんか交通事故でタイヤに引かれた後のがついた自爆霊になるのに、ね、回復してなかったの気づいた。ちっちゃいやつに弱いな。イージーでこれなんだからさ、結構これ死にゲーみたいなとこあるよね、このゲーム。それとも俺が死にすぎ、死んでほら敵のなんか出方を見るみたいな。でもまあなんか道芸ってむずいよね、イメージが。聞かなくなったら、陶芸っていう意味で、マイクの方から変な音が聞こえる。方法を一旦忘れると、そういやコントローラー直してなかったっていうのがで、コントローラーは俺には直せない、買い替えるしかない。でも買い替える気もない。買い替えるじゃん。いや、あのね、プレステ5のコントローラーね、高いんですよ。高そう。なんてか知んないけどね、3000か4000円ぐらいでしたよ。3000かな。え、高くない。おー。なんか俺コントローラーに3000以上って結構高いですよ。俺の記憶に、俺の記憶にあるプレイステーション、プレイステーション2のコントローラーは2000円前後だったわけだよね。うん。
腹の子を産ませる前に倒すぞ。産ませねえよ。これね、あのそのフレーズだけ聞くと、はい、なかなかのダメなダメなダメな男みたいなね。やな。なんか気あ、しかもあの、あ、なんか、なんだこれ、毒ガス空間。倒した、あの、お腹はらんだ人を、ものすごい足にして、走っていくわ、あいつ。バカ、バカってる。多分サッカーボールよ。俺の頭の中をさ、ポチョモキンっていうフレーズがなんかループしてんだけど、ポチョモキンってなんだっけ？え、戦艦ポチョモキン？映画映画。え、クーラケンだよね、戦艦ポチョモキン。そうだよ、ロシアの。うん。なんか、とりあえず映画史やったら絶対見つけられるようなやつ。そうそうそう。あの、こら、うん。あの、まあ、要約すると、なんか、肉にウジ虫を割れたっていう感じで暴れるみたいな。すっげえ、あの、Z 級の匂いがする。あの、世界で初めてコラージュを使って映画を、作ったという何中感じか感じだった。まあね、うん、エイゼンシュタインさん、あの、なんかあれですよ、あのコラージュの流れから出たあのモンタージュっていう、ね、あ、そうやで、あ、そうや、モンタージュ、あ、それかな。でも、正直さ、有名すぎるやつだから、あの、他のところからポチョムキンを覚えてる可能性が高い。あ、ポチョムキンってロシアの名前なのかな？らしいよ、うん、やっぱり。倒したネクロモフから弾薬とか出てくるの不思議だよ。うん。でもこれ、それ、第1回か第2回目でも言ってる。マジで。マジで。いやー、さすがにね、何回もやってると話すネタがね。でもなんかここ緑が多くていいね、癒し系だね。うん、心なしかネコルモーフもちょっと生き生きとしてる ね、 ね、なんかフレッシュなサワガニみたいな感じ。そうそうそう。あ、ここも毒ガスエリアだってことは、いやいや、ちょっと今毒ガスエリアにいるんだけど、お前の通信なんか聞いてる暇ないぞ。
たいな。ごめん。いや、別に謝ることないよ。謝ることないよ。なかなかイケイケなタイプのバイク。ねえ、いやもう金曜とね、金曜と土曜はね、もう仕事終わった人たちがね、バイクに乗って暴れてるから。すっげえドレインするから。マジで。インキバスや。マイクポチョモキ。気合いだ。襲ってくる時の声っぽいよ。あれだよね、何かに駆り立てられてるという意味では似ているところあるけど、暴走してるもんな。先進む。こっちじゃなかった。先に3回くらい。向こうか。あれかな。今見てるツイッチの方でバイクのくだりやったな。次ってあれだったなぁ。いたなぁ、そういう人っていう。あれちゃう？キネキスで持ってビョーンやったら、ダンク制限とかに、設定。俺ね、そう、なんかキネキス全然戦闘で使えてないからね、うん、冷静になる、頑張って。あの、キネキスって定期的に言ってくれると、買うかもしれない。わかった、キネキス。ちょっとキネシス頑張ろうキネシス気をつけてキネシスキネシス、あなた疲れてるのよ。iPhone 版はちょっと古かった。なんか目指し、なんか目標、
やるんじゃなかった。ロックオン、ロックオンみたいな。うん。前もこの操作につまずいてたな。え、落ちちゃった。ボタン。今ちょっと飛びかっ、あ、飛びかっけ、ん？地面から壁にこう伝って歩いていくみたいな。そこをあれしちゃう。ああ、うん。何事もなかったようにあの人の足が浮いてるのすげえ。ね。慣れたもん。あ、できたできた。三角だ。自然なトゲがある。あのロックマンが当たったらティューンティューンティューンってなりそうなの。およそ宇宙船にあってはならないような。今めっちゃ張りにくれる、うん、ね、宇宙船にあってはならないものがあるよね、まあ、宇宙船と言わずあってはならない気がするけど。殺す気満々だよね宇宙船本当に、ね、だってもともと修理しに来たんじゃなかったっけ俺みたいな。Warning. Air filtration sensor detected.
ですよ。年小さくして驚愕したんですけど、あのね、チャット来てますよ。え？チャット。俺の会話に答えてて。本当だ。なんつって。ちょっと。ヘイの。ちょっと見るわ。スイッチ開いてなかったよ。これ今日あ、ヘロー。ヘロー。ヘロー。ヘロー、ヘロー。このチャットでめっちゃ動揺する三人組。絶対来ると思わなかったもんね。7、8回やってんのに、ね、なんかビシビシなりなんなり、なんか身内しか見てねえんじゃねえみたいな感じしてたもん。え、どこチャット、どれ、これキキハッカーやってんのに、え、なんもないよ、チャットのとこ。あ、じゃあ見れないんだね。あ、あ、どういうことや、これメッセージ違う。チャンネルのとこだよね。右側の。そう。かな？ん？見えない。出てないよ。マジで。あの、あれじゃない。またに、なんかちょっと、またにだけいらないなんか人を召喚してしまったんだ。いや、クラッケンさん見えてはりますよ。ん？ん？チャット？あ、見えてるよ。え？それハローということで。ハロー。ハロー、ハロー。電話誰でも出るか。あ、あれかな。でも正直さ、これ、いつ、ん？それが元ネタ回避っていうことを。あ、ね、ん？いつなんて？いや、なんか、なんか、いつコメントされたものか書いてないんだね。そう。もしかしたら俺が一番最初に適当に言ってテストしたやつか。いや、でもね、のぎらがさんじゃないですよ。やべ、また自分の。
デュロンニアンって言ったの。デュロンニアンって言ったの。もしもし。目がなくなっちゃった。ガス管がなくなっちゃった、ガス管が。どうしよう。またすごいの来たぞ。映画館でなんかゼログラビティ見てる時並みの音響効果。こんなにチャットでこんなに狼狽するとか。まさかiPhone だと画面ちっちゃくしないとチャット見れないから、まず全画面やったから気づかなかった。では、ここに行ける、雑だ、雑というかなと。荒らされてんのに。こういう、能力っぽいところに、爆発するネクロモンスターがいるっていう。この辺はおしまいじゃないか。ほぼおしまい。なんで未だにこの爆発するネクロモーフがなんで未だにこの船機能してるのかわからないです。修理っつうかもはや、うん、手の施しようがね。爆発するネクロモーフは一体人間だった頃は何のカルマを抱えてくる。ネクロモーフになったら、ああ、俺の左腕がうずくみたいなことを言い続けてたら本当にそうなっちゃったんじゃない。ああ、沈まらんかったらいいね。そうそうそう。いや、もうじゃ沈まれ、左手って言ってる人だって。全然静まってないね。
俺最初のとこ戻ってきたのかな、戻ってきてたっぽい。これはやけに緑のマップがあるって思ったら、当たってみよう。当たったら熱ってなっ。あれだよ、前は上手でバラバラになってたもん、アイザック。ちょっとなんか当たらなきゃ肩バラバラになる。プラズマカッターだけ強化していけば結構いけるんじゃないかな。iPhone 版はプラズマ型もそうです。電車には優しい、特にちっちゃいやつ一掃する、うん、ちょっとはお金貯まったかな。お、14,650円。ふぅ、うわ、よかったよかった。さて、じゃあとりあえず弾薬を買っておこうかな。ラズマイラ、扉開けるたびに行けて、いくつまで、ちょっと死ぬ死ぬ、ちょっと待って、待っていただける、待っていただけなかったですね。
が分かった方がよく分からない。まあね、攻めの姿勢でいく。爆発するんだね。あ、ダメだ、近づくとダメだこいつ。
小箱の中に入ってることもあるんだけそれ忘れてたけど、ゴミにするのに大体大変です。クラケンなんか、はい、喋ってなくて起きてんのかなって思ったら、美味しいビールの飲み方をリツイートしてたっていう。はい、ちょっとおーって思って。あ、ツイッターでリツイートしたから詳しくは見た方がいいと思うけど、まあ、要するに冷えたビールを普通に注ぐ分と泡にする分を分けて、泡にする分をペットボトルでシェイクしとけば、なんか美味しいビールっぽくなるらしい。泡を作るんだ。シェイクで。うん。ちょっとやってみようかと。うん。あ、今日、てか多分ね、意外とスーパーに置いてあると思うんだけど、これ初めてさ、タイのね、南の方のタイの、ビール飲んだんよ。うん、すごく飲みやすくて美味しかった。なんて言えないかな。うん。なんだっけ、シンガーだっけ、と思って。何かというと、歌を歌う人。なんかね、なんて名前だったっけ。あ、シンハー。シンハー。あ、S-I-N-G-H-A。シンハー。シンナーじゃなくて。シンナーじゃないね。おお、なんだなんだな。シンナーやったらなかなかその量飲むきついな。これあれだ。ああ、なるほど、よかった。気がついて。
かアイザックの歩き方がただ楽しくなってる。いつもみたいに走ってくれない。いきなりほら足引っ張られちゃった。アイザックさんも飲みたいよね。ねえ、石村店のビールとかないですかね。なんかあんま飲みたくないけど、うん、なんかね、なんやろ、何の体液が入ってるか分かったもんじゃない。なんかカニみたいな味するぞみたいな。カニみたいな味する。県のスカイプがなんか気に弱いね。ブツブツ音がするな。あ、やっぱり聞こえる聞こえる。半分以上なんやろ、回を抜かれた春休戦みたいになってるけど、本当に分かりづらい。あ、上から上から、スカイク再起動したの、ゲーム。バイクの音ちっちゃい。クラケンさんの冷圧が消えた。盗んだバイクで。楽しみです。指先に。多分まつげだけど。何やってんの？なんか、方向のあの指示が示す通りのところに来て。何をやってんの？あ、下にいるんだ、なんか。どういうこと？どうしよう、なんかね、下に。お、帰ってきた。お、帰り。よし。じゃあ、キンクラビンが。帰ってきた。この子どうしよう、こんな挟まってる子。どこか。え、どれどれ。下。ああ。いらっしゃい。殺してないの？うん、なんか届かんみたいな。当たり判定。え？そんな気せ。おります。誰も知られたくないと。地
準備やれるかな。準備やれたら聞きあんませえへんねんけど、なんだろう、多分今深夜徘徊するよりも高校の時ぐらいに深夜徘徊した時の方がなんかこう世界に俺しかいない感強かったよね。ああ、うん、わかる。まあ多分なんかそういう感じだと思うんだけど。それは分からん。今深夜徘徊とかしたら多分すぐマックとか入っちゃうもんね、コンビニとかね。入っちゃう。あ、人で、なんかそのまま、まあまあ明るくなってるやんみたいな。そう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 、朝まで行ってしまったみたいなね。あ、ひらひら長官の人とかおるわーとか思ってくる。何してたんだろうって感じ。ネクロモフに侵食されてるね。帰ってたっけ？帰ってないと思う。なんか石に入れ起動。なんか僕からのニュースでさ、子供がさ雷に打たれてさ、で奇跡的に無事だったんだけど、なんか体にあのスプーンとかくっつくようになっちゃったらしくて、なんか体に磁力が発生したっていうニュースがあったんだけど、マジかいな。なんか体に大量にスプーンがくっついてる。完全にね、マーブルコミックになる感じのあれじゃないですか。そうだよね、なんか能力目覚めちゃいそう。なんかもう、あれだ、スマホとかパソコン持たせられないよね。ああ、確かに。まあや。なんかね、考えようによっちゃ、金属のものを持つ時とか、ね、楽そうに行けるね。だって食器運ぶとき絶対選ぶよ。楽だけどさ、指使わんでいいから。楽だけど、なんつうか、ちゃんとくっついてくれないと困るんじゃない、結局は。皮膚にこうぺったりくっついてくれないみたいだとさ。なんかあれだよね、むしろ、プールでぷかーって浮いてたらいつの間にか一定の方向を向いてると。人間磁石状態だね。なるほどね。なるほどね。ついに下を意識するって。頭と足どっちが北にあるんだろうって気がするけど。すごいね。どっちだろうね。お前、それ北じゃねえんかいみたいな方向だったりとかしたら面白いよね。N 極と S 極が発生してる。まあ、磁力ってことはそうなんかな。
ほんと、あ、え、え、でも、待って待って、 S 極と N 極発生したくっつかないのかな、どっちかが発生するってこと。いや、どっちもあるよね、普通ね。そうね、あの、なんか、あの、向きがなんか、どっちかの方向ってだけで、なんか、N 極と S 極が両方ある、あ、なんか別々であるってわけじゃないから。シビアだけど頑張るポチモキ、うん、アイザック、ここ歩くときすげえ嫌そうだな。
ああこの間 Google プラス、はい、久々に潜ったらなんだかんだと Google プラスめっちゃ使ってたなって思って、まあ、普通に SNS としてちゃんと使ってるやん俺らって思った。確かに最近全然使ってないな俺は。俺は、写真をアップロードしてる、自分用に。あ、じゃあ Google ドライブ。便利だから見える。ドライブって、なんか謎なんだよね。写真の容量がそんな計算されてないみたいで、今んとこいくらでもアップロードできてる。わかんない。もしかしたら容量増えてるかも。重いよ。しかも動画も一緒にできるしさ。で、写真の情報から、なんだ？なんか位置情報だとか日付だとかを読み込んで、まとめてくれるのよ、勝手に。それが便利。確かになんか顔写真も、誰の顔か勝手に検出する機能あって。あ、で、ちょっとね、なんか外の音結構入るか、俺。ちょっと別な機材で入り直すわ。了解。はい。よいしょっと。機材。てか、俺今どこに向かってるんだろうか。シェリー、俺は今。うまく迎えているかい？見に行ってない。バイオのシェリーしか知らない。尾崎豊にあるんですよ。そうでしたか。シェリーっていう歌が。そう。失礼しました。シェリー、俺はさまよい続けてっていう。でも、まあ、そんな感じだな。え、あれは、進路をピコンっていうやつ。あれはね、なんかさっきよくわかんなかったから無視して、反対側来てみたんだけど。だから来たで、ゲイ止まりみたいな。お。これ先行きようがないよな。マップ見よう、マップ。初めて見るかもしれない。データベースのあれだ。あ、マップ見ても全然わかんねえ。お分かりいただけますか？これ全然わからないね、このマップ。やる役立たずというやつ。マップね。いや、ほんと何しに来たんだろう。やっぱ今来る場所じゃなかったのかな。戻ろう。カラスが鳴くから帰ろう。同様だね。同様ね。動揺の歌詞をそらんじるぐらいには動揺してるんだね。どうだろう、そんなに動揺してないかな。はは。は。
たい。おう。トイレに行って見ようかなと。え、それは石村の。あのリアル。あ、リアルの方。ちょっとトイレ行ってくるね。はいはい。オッケーです。テスです。オッケー、よし。違う機材ってどういうこと？あ、iPad ってこと。ああ、なるほど。あ、iPhone でもいいかな。まあいいや。なんか、iPhone で入る方が音質いいってよく言う。あの、イヤホン使ってる？うん。うん。なんかやっぱりね、なんかパソコンだと全部の音入るわ、どうしても。ダメだ。パソコンの方が便利なんだけどな、ほんと言っちゃうと。お、なんじゃい。違う木を作る。見えるきじゃない。てか、やばい。もう iPad 買ってから、本当に iPhone 使わなくなった、ほとんど。あ、イヤホン使ってる？あ、ちなみに、あれやで。ん？ローリングしてはるで。え、嘘。マジか。あ、こいつのせいかな。あ。オッケーオッケー。あ、やっぱりか。意外と拾うな、マイク。あ、今さら 4S なんか売ってもお金になんないから、売る気になんないし。あれ外したっけ？ん？なんかの専用機にすれば、MA できるとか、ね。まあ、どうせ、そのうち、アップデートが切られるんだろうし。ああ。いや、そうなんだよね。うん。正直、あの、広い画面慣れたら確かに iPhone 4S 見にくいわ。あ、なんか来てた。よいしょ。なんだ。いや、本当よね、今日ね、あの、親父の誕生日が近いんで、なんかその誕生日何かあるかなって思って探しに行こうとしたと、してたんですよ。してたんだけど、朝、結構早い朝の方とか来るから、なんかあの、江ノ村からなんか電話がかかってきて、うん、遊ばねって話になって。で、なんだっけ、ルーブル店の無料チケットがあって、あの、本当は嫁さんと行く予定だったんだけど、うん、嫁さんが、あの、ちょっとよくわかんないんだけど、喘息でちょっとだるいもとい、夜肉食いに行くからっていう。ああ。体力温存したい。体力温存したいみたいな感じで。そう、肉を食うための体力温存らしくて。それでまあちょっと誘われて行ってきて、いや、なんかね、なんだかんだで愛の手の美術館はね、すっごい久々だったからね、うん、ああ、そっか、並ぶんだっけなって思ってた。ああ、確かにな、それこそ俺、
並ぶほど人気の展示、一回も行ったことない。なんだろう、あの、行ってもさ、あの、うちの実家の近くの水戸芸術館とかね、うん、地方の美術館とかさ、並ぶわけないから、そのまますって見れるんだけどさ、ああ、そうだった、東京のでっかい美術館で並ぶんだったわって。だって普通にさ、無料チケット持ってたの30分ぐらい待たされたからね。わあ。しかも周りおじいちゃんおばあちゃんと、なんかドレスみたいな着込んだ、なんかオシャンティーな、はいはい、なんかお姉ちゃんとかね。ジュランジュランした兄ちゃんとか。ジュランジュランした。なかなか、街中でそんなジュランジュラン見えひんでっていう人が来るからね。お前らこれ普段着かよ、本当に、みたいな。飛んだガールズオンフィルムやないかっていう。で、なんかね、久々に行ったからさ、本当にいろいろあって、なんか、順序通り見なくていいんで、なんか、自由に、なんか最初から並ばないで見てくださいって言うけど、いや、だって、順序通り見なきゃ動けねえんだもん、みたいなところがあったりとか。なんかね、なんだかんだでさ、すごい小さい絵を、結構低めなところで置いてるからさ、並ばなきゃ見れなかったりとか。あー。その時間使って見ることもできないし。そう。まあなんか、こうなんとなく後からみんな疲れたのか結構空いてきて、なんか見れるようになったけど。下手すぎやね。めっちゃ足疲れたけど、ソファーどこやねん。状態になるから、美術館。いやー、おじいちゃんおばあちゃんって足腰強いんだね、ほんと。逆に足腰強いタイプのおじいちゃんおばあちゃんじゃないと美術館行けない。ね、ほんと、うん。あ、そう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 。今日美術館行ってきたんですよ。えのさんと。無料チケットって感じで。何展？ルーブル展。へぇ。新国立美術館の、なんか無料チケットをもらったらしくてさ。で、嫁さんと行こうと思ったら、なんか嫁さんは、喘息むとい、お肉を食べに行く体力をつけるというよくわからない理由で辞退してて、お肉を食べに行く体力をつける。ちょっと、誘われた。そう。お肉を食べる音が体力付けじゃなくて、お肉を食べに行くための体力。ああ、いや、食べに行くための体力をつけなきゃいけない。フードファイターだね、なんか。そんな病弱だったっけ。まあいいや。いや、まあ本当に普通になんか喘息だったらしいけど。大丈夫かね。でもなんか大したことないっぽい。普通の人みたいな美術館行っちゃって、どうしちゃったんですか、その。ルーブルとか。ね、ほんとだ。一般。いやー、周りおじいちゃんおばあちゃんだよ。あ、でもその後にね、あれだよ、これ、六本木だからさ、なんだっけ、単位店っていうのが、六本木。2-1デザインとかってとこだっけ、なんかそういうところでやってた単位店っていう、1メートルだとか、重さだとかの単位についての展示会行ってきたんだけど、ぶっちゃけ言うとそっちの方が面白かった。六本木ってうん、企画展、森美術館、そうそう、森美術館と、あとミッドタウン側の方にもあって、新国立美術館でさ、あったの企画展が、ルーブル美術館展とルネ・マグリット展。そう、なんかね、ルネ・マグリット展の方が空いてたんよ。だからさ、せっかく来たんだし、そっち行こうよって感じになったんだけど、チケット売り場がさ、ルネ・マグリット店とルーブル店一緒にしてて、40分待ちだったんだよ、チケット売り場が。もうなんか、それでやる気なくして、やめて、酒飲んで。
また並ぶかってやる。そう、また並ばすのかよ。椅子もなし。しかもさ、新国立美術館展ってさ、なんか、あれなのよ、チケット売り場外にあんの。ああ。てか、なんでさ、美術館とか博物館の券売機って一向に自動にならないんだろう。いろんな、年齢とかさ、あ、でも、券売機があってもいいよね。入り口のところで全部、あとは、なんか。なんか、ね、学生証見せろってやつは、それこそ、なんかね、人間でやってもいいんじゃないかなって思うけどさ、券売機ぐらいわかるでしょ、結局、中でまた並ぶことになっちゃうのかな、そうすると。そうかなぁ。でも、あれ、確か、岡本太郎美術館では券売機あ、そうだっけ。全員好きになってくるんだ、はい、うん、なんかね、ついでに行った森美術館展の方が良かったの展示の方が良かったって、なんかそっちは森美じゃなくて別の方、ミッドタウンの方にあるんだ、ちっちゃい、はいはい、うん、そっちの方が面白かったよ。正直。なんかね、お土産コーナーは面白くって、お土産がね、100グラム単価いくらいくらで売ってるっていう、なんかガラクタがあって。そこが、いいな。アクリルがなんかね、アクリルの棒がなんかすごい熱で溶けたのか、ボールっぽくなってるみたいなやつとかね。あと、なんか何かのパーツの、なんか銅の、銅の塊とか、プラスチックの塊だとかね、そういうのがあって、絶対いらないけど欲しいみたいな。ね、いや、絶対買った後にさ、俺、なんてもの買っちまったんだよみたいなやつだって、で、お土産店の中で一番すごかったのが、そういうお土産店の中で一番すごかったのがさ、ほら、道路にさ、街灯あるじゃん。あれが売ってた。でもそれちょっと欲しいなっていうか、結構欲しいな。でかいよやっぱ、ほら、あれだよ、街灯とか、街灯って言ってもバイパスとかさ、ああいった大きめの道路にあるような、ああいうライト、あれでかいよね、思ったより。なんか普通に市販されてる複合機ぐらいの大きさあった。信号機も相当でかいもんね。でかいもんね。で、なんかね、俺何かと感動したのがね、ナショナルのロゴがあったのがすごい感動したの。あー、いいね。ナショナルだよ、もう懐かしくて。いや、でも面白かった。お土産店がすごく面白かった。特に。それも量り売りっていうこと、量り売りらしいんだ。まあいくらかはあんまりちゃんと見なかったけど、めっちゃ高いやもん。これは重さがなんか買った後に重さいくつなの、それ。そう、 100g いくらみたいなんて。100g 以上あるんじゃないの、そういうバイパスの。もちろんある、もちろんある、ね。バイパスのやつは絶対あるよね。でもお土産で売ってる。てか、あんな持ってさ、六本木徘徊したらさ、絶対なんか言われるよね。警察に。警備員に止められそうだね。ちょっといいですか。これどこでみたいな。こういうね、公のものって持ってきちゃいけないんですよ。まずどうやって取り外せたのかっていうね。よじ登ったんかいって。光景を想像する。これどこの？もう絶対生きるで買った後に後悔するやつだよね。なんか捨てるにもさ、アパート前のさ、なんかゴミ置き場に置いたらなんか騒ぎになりそうだしな。なるほど、なんか。もろもろに余裕がある人だ。
ハリーさ、それいくらするの？あ、ナショナル？ナショナルって言っちゃったけど、あの街灯？はい。いくらだったんだろうね。でも結構重かったしさ。しそうだよね。うん、あ、なんか、あの、ほら、当たり前だけど、あの、結構ちゃんと加工されたガラスなのよ。あの、うん、なんかそこも、なんかすごく懐かしくて。そんなね、しょっちゅうメンテナンスするような感じなの？で、やっぱさすがに掃除されたのか、すごい綺麗だったね。あ、中古なの？中古中古、うん。いや、だって金品だったら、多分何百万の世界だと思う。あ、ね。そうではあれか。50とかそういう。結構高いと思う。硬いっちゃうかな。案外数万かもしれんね。え、だってさ、街灯でしょ？街灯ってたくさんあるわけでしょ？1個にそんな何十万もするっていうのは、まあ、数万ぐらいだったら、あ、なんか、信号機がなんだっけ？十何万とかだったっけ？あれ？違ったかな？ちょっと忘れちゃった。なんで、あ、でも、うん、あの、確か電柱1本でも数万円ぐらいなんだよね。そうそうそう。意外と安いんだよね。でも多分まとめてなんか買うものだから安いのかもしれないけど。あのさ、高速の、うん、何百万とかいう、あの高速道路の看板。看板？それはあれ高いっていう。特注なんかな、やっぱ。まあなんかほら走ってる車でも見えやすいような。大きさと色なのか、あと反射板だとかなのかな、やっぱ。あれだって穴開いてんでしょ、小さい穴がたくさん。そう。うん。そういうなんか加工の手間とかね。ちょっと俺もトイレ行ってきます。あ、はいはいはい。ダメ。なんと。いやー楽しかったわ。うん。そう、しかもほら、大抵、あれじゃん、俺らのメンツでさ、意外とちゃんと酒飲める人っていないじゃないですか。そんなに。うん。岩さんも飲めない、植木も飲めない。まあ、甘さは飲めるんだけど、そこまで強くない、あれは。うん。甘いお酒が得意ってだけで。で、イッチもそんな強いタイプじゃないし、真っ昼間からお酒飲めて最高。あ、やっぱ確かにね、周りが飲まないと、どうも飲まない感じあるよ。俺、やっぱりね、本音言うとね、あの、これもうこの年になったらね、暇つぶしって言ったら酒しかねえだろって思っちゃうところだって。でもね、それはね、相当酒好きの証拠だと思うよ。もしかして一人で赤ちょうちんに入ったりとか。いや、さすがにね、一人の時はやんねえよ。そこまで落ちぶれてないよ。いや、別に落ちぶれた人が行くとこじゃないっすけどね。いろいろ失礼だけど。行きつけのママみたいなね。まあね、でも俺そうなったらもうダメな気がする。どこからがダメなのかよくわかんないけど。なんか、うん、そんな。あれ、でもどうなんだろう。
あ、マスさんあれ実は酒に強いのかな、ちゃんと飲ませたら。飲ませてみよう。飲めんじゃん。飲めんのかな、俺甘いお酒ばっか飲んでるイメージだと。あ、甘いお酒イコールそんな強くないっていうことなの。なんか、まあ、勝手なイメージのもあるけど、確かに。まあ、カルアミルクはちょっと別だけど。アルコール度数高いね。そうなの、あれ、結構薄めてるんじゃないのかな。あ、どうだろう、お店によると思うけど、多分、6、7、8% ぐらいあるんじゃない、カクテルが。そんなにあんのか。カルアも結構あったと思うよ。8ぐらいはあったんじゃない。あ、あれは、そうだね。だからね、こう、こう、なんていうか、ジュースみたいなやつでね、飲んじゃってね、おべろっていっちゃうんすよ、あれはね。ねえ、もう一回やってくんねえかな。もう一回やってくんねえかな。あ、これうめえって、うめえ、今日。ほんとね、酒飲めない人がいたらね、うかつになると危険だよ、あれ。あれ、危険だね、怖いね。酒のふりしてねえもん、あいつ。うん、本当だよね、なんかさ、本当に下手にうまいから怖い。逆に俺、焼酎の味がさ、未だによくわかんなくてさ。ああ、はい、はい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 。焼酎ってさ、度数は、まあ、ものによるのかもしれないけど。とにかくなんか酒って感じの、酒だけみたいな感じの味するじゃん。なんか。俺も焼酎ね、あったかいやつじゃないと飲めないから、なんか、ほら、熱感じゃないけど、なんかあったかくした、焼酎はそういうものだみたいな感じで飲めるから、なんか飲めて、お？なんだこれ？でかい。すごいこれ、でかい。あ、でかい。でかい。でかい。あ、そしてわざとらしく置いてある。ボンベ。あ、ボンベね。うん、もうわざとらしいね。ゴミを出すらしいね。あ、やばいよ。ポチャモチやばいよ。ちょっとあんないじゃないですか、うまい戦い方があるんですよ。やっぱりあれだね、なんかこう、うわ、攻撃してくるわって時に飛び移るまで行くんだね。だよね。うん。一回で死ねばいいけど。ため息。あのね、これ楽しい飛びついながら戦うの。すげえ楽しい。なるほど。なんか、iPod のゲームにこういう、これっぽいなったよね。
すいっすね。このスキルを打ち返すべきです。なるほど、すげえすげえ。あ、これ面白い、めっちゃ面白い。何これ、もうこのゲームでいいよ、ずっと。しまった、やられた。待って、ちょっと。あ、これ面白い、でも。やっぱり真っ二つになってしまった。いや、もう真面目にやるよ。どういうこと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 空間飛んでいくときのコースキック。ウルトラマンプール分かる。それこそ、あの、ボンビーっていう。なんか、空気。
クランチに見えてくるね。てかミスドのあの砂糖が黄色いやつ。はいはいはい。そうだ。そう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 。あれ、おいしい。なんだ、今度中国語でなんか、中国語じゃねえ、これお経？ん？うん、チャットになんか。マジで？ロバル化してね。これは何がこんなの？パスディスプレイカルトイズディス？これ何難しいんだ？これ何難しいの？何が…何なんだろう、あれ落ちたの、何手こずってはるんすかみたいなことか、そういうことかな。翻訳よろしく。お願い、お願い、ああ、出てきますから。でも海外からなんか普通に漁って見てる人なんだろうな、きっと。ああ、一応人気なゲームでやってるし。なぜお経が今日は、お経書いてあるよ。え、ネバーマインドは書いてある。あ、その前書いてあるよ。え、あ、じゃあ、え、わかる。なんかこれは何がこんなんですか。そうそう、その次にCCOME2263 がお経を書いている。マジで？うん。でも、ユーザー情報が削除とか、ただのスパムかも。それはスパムか。お経？生阿弥陀仏みたいな。お経書いてあるよ。何経だこれ。ナムなんちゃらって書いてある。コピペして、どれ？あ、いいよ、ちょっと待っててね。はい、ちょっと待ってな。あれ、なんだよ。
でもこれ時間出ないのちょっと困るな。本当にあの。いつのかわかんない。チャットの時間が出ないの。ああ。じゃあコピペスカイプの方に。今日やったね。で、お今日だね。アミダブツやから。ホッケ教科なのかな。え、ちょっと透明で全然読めないこれ。なん妙法蓮華経か。だから南無阿弥陀仏だから浄土系。一応浄土真宗なんですけど、いや正直南無不可思議行じゃないもんな。じゃあ違うね。なんか真面目に継承しているというね。まあいいや。武器をこれ買おう。どんどん買おう。プラズマエナジー、プラズマエナジー。あれ、あ、てか金剛教って書いてある。なんだ金剛教って。何すか後ろの金剛教やな。見て出てくるな。金剛教でしょ。金剛力像しかしない。中国やか。あ、まあいろいろ宗派がありますから。な、あのお寺の前の2つの仁王像の、あの金剛ではなくて。金剛教は不動大乗仏教。これは何だ。金剛般若教。あ、じゃあこれ般若なんだ。確か般若心経って、金剛般若教を簡略化したやつ。ああ、そっか。だとすると、これは、じゃあ大陸の方の、あ、天台宗。へえ、その方なんだ。じゃあ本当に中国の方の仏教かな。で、なんだろう、俺らに何を教え、そう、いや、新しいなって、仏教系スパム。仏教系スパム。スパムにすら慣れてない気がするけど。だからブッディストギャグじゃないですか。難しいね。すみません、あのうちの宗派、あのすごい楽な宗派なんで申し訳ない。なんか日本人がよくわかんないような配信してるのになんでレイジが来てんだっていう。スイッチってあれなんだね。ヨーバーはね、今まで来なかったよね。なんか仕様変わったのか。どうなんだろう。あの設定はいじってない。でもさ、ちょっと待って、トータルビュー250いってる。え、俺ら250いかねえよ、さすがに。うん、あれね、それこの放送だから、このチャンネル。いや、でもね、前見たとき210ぐらいだったよ。え、そうだっけ、そんなにあった前から。だから、あ、そうっけか。累計だと思うよ。でもなんか、にしても。ああ。
あれ？俺初めて知った、浄土真宗じゃ般若心経を唱えちゃいけないんだって。やばい、俺にとってスパムだ。わかんない。ちゃんと書いてあるらしいけど。そう、まさか、そうなの。マジか。確か、般若心経葬式でするのはどこどことどこどこやってみたいな話とか聞いたな。ということは逆に、え、他やらんのっていう。あれ、お経 PDF ないの？お経 PDF？新州で犯人品玉をたくさん買ってから、あれよし、このボス倒すまではやるぞ。もう リッパーもとりあえず売ってしまおう。プラズマカッターオンリーでやってみるぜよ。お、テラライブの時に Entering zero gravity. あの反応するのテラでライブするみたいな見に行った時があって、うん、その時参加者が一箇所に集まってライブ見る前にまずみんなで仏殿を見て読経するという催しがあったわ。あったあった、うちで読ませる。あ、こんな長かったんだ。あの、うちでだいたい読まされんのこれだ。奇妙無常情にあらいなむかしぎこ、
ヒャダインの歌みたいな。ヒャダインの歌でそんなのあったっけ。ここの宗派やったの？あ、俺？浄土真宗の、そうなんだよ、確か。いや、東本願寺じゃないのかなって思ってたんだけど。そっち、般若心経が出ないかな。葬儀にとってこんな何か、ちょっと待てよ、うちの親父がなんかばあちゃんでさ、ほら、なんだっけ、謎って書くみたいな、あのあるじゃん、写経みたいな本みたいな、なんかボケ防止みたいな本、公安なんかほら薄い、なんか俺らが小学生の頃にドリルでやった時みたいな、あんな、ああいう感じのやつでさ、なんか般若経典のやつ親父が買ってたような気がするんだけどさ、買い与えてたような。人材集って、公式サイトなんですね。あ、そうなの。臨大前、大幕前公式サイト、臨王ネット。随分時代に順応してるな。現在原始1150年、悪運前史250年。ちょっと俺、かっこいい文字見つけた。これかっこいいよ。羨ましいです、2人とも。超日学校障子。めっちゃかっこいいんですけど。めっちゃかっこいい。ちょっとあのチャットのところで見たらかっこいい。あ、そうね。あ、もうスカイプにも貼っといてあるけど、こっちも貼っちゃおうか。スカイプの方で。あ、いいよ。あ、でも、チーム、一緒。あ、でも、あれ、ロズイしてねえやつ。俺が貼っていた。あ、いいよ。びっくりするね。なんかすごいこと言い始めたの。ちなみにその続きが、一切群青部交渉って感じ。そうですね、きっと死に行けるものに光を照らしてる。そうかっけえ、俺知らない。こんなの読まされてたなんて知らなかった。キズラだけ見るとこうキャシャーン的なやつがやってきそうな、 なんかエフェクトが見えるよ。まだI'm
この方法で海を抱き合ってみた。めっちゃ速い。お経の名前がこんな名前だったと知らなかった。昇進勝つか、あ、昇進下か、昇進下って言うんだ。へえ。やったか。アイザック、You did it!D で言ってたからやったってことね。Oxygen levels are returning to normal. よいしょ。おう。Damn it! He's gone again. No sign of his rig anywhere. It's up to us now. I've got a plan to get off this ship. I've located an SOS beacon on the mining deck. If you can get down there and activate it, we might be able to send a distress call. Oh god. I don't know how much longer the dark hold.戻る。機体とボンベとは遊んでるんですか。ボンベ。この画面ではね、死んだボスの口の中にボンベを投げ込むアイザックさんですが。戦闘中はできなかったから、もうお前なんか怖くねえぜっつって、うん、ビビり。ヒューヒューって言って、ヒューヒューだよ、もう天然水だよ言って、魔物天然水昔魔物天然水の CM で加原朋美がヒューヒューっていうのがきっと流行ったっていうすごい分からなかったよ。ソースかと思ったら違うんかい。違うよ。意外とあのボススッと通すの。なんか、割と見てる実況とかでは、手こずってる人もおったような気のせんことなの。ああ、まあ、俺はもう、他の武器全部撃ったっていうね。犠牲フライしたんで。いいじゃん。グッ。驚かれるかもしれませんが、いいじゃん。いい気。これね、多分ね、敵にとってアイザックがやりやすいって意味だよ。むしろいいじゃん。難しいというね。
This may be our last chance of getting out of here alive. 今日はこの辺で。There's an asteroid loaded up in the mining bay waiting to be smelted. もうご期待ということで。If you attach the SOS beacon to it, you can launch it away from the mine. お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。